はい、こんにちは。はい、今日は和歌山県が IR の、ちょっと待ってくださいね。和歌山県が IR の候補地として立候補しております。で、県が、土地を購入したという報道が以前ありました。で、こちらの、まあ、IR 事業用地ですね。こちらの土地を、ちょマリーナシティになる。マリーナシティという土地です、まあ、エリアです。で、ここをいくらで買ったかというと、まあ、報道機関によっては端数の丸め方で66億って書いたり67億と書いたりしています。まあ、実際には76億何千万なんで、まあ、この辺なんですけど、まあ、四捨五入して、大体77億円という報道が、非常に多く見受けられます。で、こちら、まあ勘違いされている方も多いと思いますので、その辺説明させていただきたいと思います。で、こちらと土地が、県が土地を購入すると決定したので、議会で、もう通ればそのまま購入して、保有するのかというと、そういうわけではありません。まあ、新築にしろ中古にしろ家やあとは土地などの不動産を購入された方は、ご存知かと思いますが、まず購入っていうのは例えば売買契約があります。先に売買契約をして、お互い署名、書類に、署名、捺印などします。こう、だーってあります。で、ここから、時間が経って、お金の支払いと、あと土地の交換、土地や家の交換、引き渡しというのが、引き渡し、まあ、関東では引き渡しと言ったりしますね。で、関西では取引って言ったりすることが多いと思いますが、まあ、このように、2段階になっております。不動産の購入は。で、今回和歌山県が、決定したのは、まあ、土地を購入しましょうなんで、この売買契約をしましょうというところに、なっております。で、これも同じく、家など購入された方は分かるかと思うんですが、ローンが通らなかったらどうしようと心配されたこともあるかと思います。で、ローンが通らなかったらどうなるんですかという話を、不動産の担当者にしたのではないでしょうか。大体この売買契約の時に手付金というものを払います。で、要はこの不動産価格の一部、例えばですけど、この今回の取引が77億円だとすると、じゃあ先に1億円だけ払いますという話で、手付金を払います。で、じゃあローンが通らなかったら、不動産は買えませんので、じゃあこの手付金はどうなるんですかということを多くの方が、不安に感じます。で、この時に、ローン取んなかったら手付金は戻ってきますよっていう話を、不動産の担当者から、聞いて安心された方が、多いのではないでしょうか。はい、この時に、売買契約の時に行うのが特約をつけます。基本的には現金で、現金で一括で支払う場合を除いて特約というのをつけます。で、この時に、どういう特約をつけるかというと、停止条件付き売買契約ということになります。あ、停止条件付き。で、この停止条件なんですが、これはもう決まっていません、中身は。例えばというか、先ほどの例で言うと、ローンが通らなかったら把握し、通ったら支払いますという、こういう契約をします。なので、白紙ですので、もちろんだから契約そのものが、白紙なかったことになりますので、手付金もじゃあ払い返しましょうねということになります。
で、まあこの通ったらっていうのも、通ったら支払いなんで、そのじゃあいつ通るのっていうところで期日を決めたり、するわけですね。で今回、和歌山県が、マリーナシティを買ったのもこの停止条件付き不動産売買ということになります。で今回、どういう停止条件かと言いますと、それこそまさに、IR の事業者じゃなくて、和歌山県の IR 誘致が決定したら、支払います、購入します。決まんなかったら、まあ、例えば大阪と長崎と他の土地になって和歌山は除外されましたといった時はもうこの停止条件により、自動的に白紙になるということになります。でなんで、和歌山県がわざわざこんなことをするかといいますと、今マリーナシティを持っている業者がいて、県が入ります。で県が買います。で、今度は県が事業者に、IR の事業者に、売り渡すということになります。で事業者としては県から買いますので、県が売り主なので、安心です。要はあの、ね、土地に何か不具合があった時とか、あとは価格が変に釣り上げられる心配がないということで、あの県に要望しました。要は県が、保有して県売り主になってくれと。要はもうこの民間マリーナシティといえども民間人ですので、まあ、公務員ではないのでこっちも民間同士なので、非常に多くのトラブルを抱える可能性が出てきます。もちろん金額を、まあ、このマリーナシティというね、もうあの土地を持ってる業者が、こちらの A という業者と B という業者があって、 A の業者が好きだったらこっちには70億円で売りますけど、こっちは80億円で売りますよとか、そういう話になってしまったら B 事業者としては非常に不公平不利なので、まあ、価格の変動を抑えるためにも、県で、保有してくれということを事業者側で提案した結果こういうことになったわけです。まあ、やっぱり民間人同士 の、ね、あの交渉になるとなかなかあの交渉をまとめるのに時間かかったり、あとは下手したら仲介手数料ということで、その辺の出費も、拡散できますので、やはり県で保有して安定的な、事業計画を立てたい。もうすでに77億円で買って、77億円で売り渡す、どこの事業者に決まった事業者にですね、売り渡すということが決まってますので、事業者側としても、事業計画が立てやすいということで、今回、和歌山県が購入したわけです。ということで、ね、コロナウイルスの、感染者の発生などありまして、ますます和歌山県でも人材確保のために、IR が必要だという声が高まっております。というわけで、土地、まあ、用地の県も含めて、和歌山県の、IR 誘致の、進捗は非常に、順調に進んでいるのではないかというところで、本日はおります。